今年のマグロはいくらになるのでしょうか。明日、豊洲市場で行われる初競りを前に、青森県大間町では今日、マグロ11本がトラックに積み込まれ出荷されました。11本は年末から今朝にかけて水揚げされたマグロで、最大で235キロだということです。豊洲市場での初競りでは、去年276キロの大間マグロが1億9320万円の最高値で競り落とされたこともあり、漁業関係者は明日の初競りでも最高値に期待しています。